皆さんは、楽しんでいる人が急に、不快になっていく瞬間を見たことがありますか？毎日投稿ってなんだっけ？なんかすごい YouTuber みたいなこと言うじゃん。あははは！しっぱなしんだ。これ勢いつけて走んなきゃダメか。あ、ダメなの？逆に？逆に勢いつけちゃいけなかったのか。ちょっとゆっくり行きますね。あ、行けた。はぁ。これあれだ、時間とか関係なしにゆっくり行かないといけないんだ。このステージ面白い。急いじゃダメってなんか逆に新しい。だこれは弱すぎるのか。結構簡単そうだな。この時の俺は、そう思っていた。あー、弱すぎたー。なあ、くそ、悔しい、悔しい、悔しい、これ。なかなかうまくいかない。あとどれくらい時間をかければうまくいくのだろうか。いっか。あー。あー。まあ。なあ。ああ。俺このステージだけでどんだけのマリオを失ってるんだろう。あれから10分が経過した。そして、僕は壊れてしまった。もうダメだこれ。もうダメだ。もうダメだこれ。もうダメ。ダメ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 。これダメ。もうダメや。その後も。失敗ばかりが続く。このステージ本当にやだ。好きって言ったけどやだ、もうやだ、嫌いになってきた。嫌い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 。もちろん希望が見えた時もあった。はい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 。あ、あ、あ、あでも結構いた、結構いた、結構いた。いってる、いってる。時間がない、時間がない。今度は時間との戦いだ。そして僕は、光を失ってしまった。あああもうやんない。もうやんない、俺。もうやんない、こんなステージ。もうこんなステージやんねえよ。ねえ。